真田丸犬伏第35話あらすじ。上杉攻めのための徳川軍に服従していた真田家に、大阪で三成や行部が打倒家康のために挙兵したという知らせを受ける。どちらに味方すべきか、信繁、信行、正行の3人は下野の国犬伏の地で白熱した議論を戦わせる。そして3人が下した結論は、信行が家康の味方になり、正行と信繁は三成の味方になることを決断。しかしそのことがきっかけで正行に裏切られたと思った家康は、秀忠を上田城に向かわせる。これが後の第二次上田合戦になるが、第一次上田合戦と同様に結果は正行が秀忠軍を敗北に追い込んだ。そのことで秀忠軍は関ヶ原に間に合わないという失態を犯す。結果的に関ヶ原の戦いは、正行信繁親子の奮闘も虚しく、徳川軍の勝利になった。しかし家康はどうしても真田親子が許せないとして、二人に死罪を言い渡すが、信行と忠勝の除名嘆願により、高野山の黒山に島流しになった。黒山での生活は自由にさせてもらっていたが、収入がない状況なので厳しかった。そんな時も兄の信行が真田親子を何とか助けるよう援助を行っていた。やがて正行は病気がちになり、そして1611慶長16年に65歳で生涯を終えた。その最後に正行は信繁を枕元に呼んで、近くまた豊臣家と徳川の戦が起こるだろうと伝えた。そして秀頼の味方をして徳川を滅ぼす秘策を信繁に託す。正行が亡くなった後の高野山は、家来たちも皆自分の国に戻り、高梨内吉ら3人だけとなる。信繁の暮らしは正行が亡くなった後も楽にはならなかった。しかし貧しいながらも竹林院との間に次男三女を授かっていたので、信繁はそんなささやかな幸せを感じていた。慶長19年1614に豊臣家と徳川家の関係が悪化する。それは京都の大仏海岸供養で「国家家康」と書かれている梵鐘の銘文が徳川家康のものだと譲らない。そのことがきっかけで急速にお互いに敵対化していく。茶々と秀頼は徳川家との交渉を片桐勝元に任せるが、それが失敗に終わる。それをきっかけに大阪城討伐令を布告してくる。そのことで黒山で謹慎させられている信繁のもとに豊臣家に着くように要請が来る。徳川家に勝てば大名にもなれ、大金を手に入れることができる。信繁に断る理由はなく、妻の竹林院もそのことを喜び応援する。そしていよいよ信繁は大阪城に入るが、そこには家康に弾圧されたキリシタンや農民、浪人などであふれ返っていた。信繁や又兵衛が大阪城に入ったという情報は、駿府にいた家康のところにもすぐに伝わった。そして家康は家臣に「真田は親か子か」と尋ねた。家康はそれほどまでに正行の知略を恐れていた。